今最初から見てる人なんだこらと思うやろね。ちょっと待ってね。おっしゃった。ちょっと待ってね。こうするわ。こうするわね。はい、OK。ちょっと。今、ツイート流しました。はい、中十分お疲れ様。今日は若干、私、疲れております。はい。疲れております。見ての通りです。顔が完全に。お疲れモードになってます。さあ、というわけでございまして、改めて、こんにちはです。お昼配信は YouTube でお送りいたします。中上部大丈夫。ちゃんと、受付完了しております。大丈夫です。さあ、お昼はだいたい12時15分ぐらいからなんですけども、若干過ぎてしまいましたね。ただ今26分、だいたい45分から50分まで行きたいと思います。はい、お疲れさん。しんのすけ、おはよう。ルリコ、お疲れ様。お待ちしておりました。お昼の配信ですよ。朝は、ワンセブン。そして夜もワンセブン。お昼だけ、YouTube 生配信。よろしく。タムリン、こんにちは。まさこも、こんにちは。何してましたか？休憩時間ですか？何をしてましたか？何をしてましたかっていうのおかしいやけど、さあ暑くなりましたね、大阪の方も。あ、さゆりも、あ、こんにちは。さゆりって言うたらおかしいよね。小池こんにちは。あ、平手美希もこんにちは。どんどん入ってきてくれてるね今。 しんのすけ暇じゃって言って、なに、もう今のうちにファイナルカット覚えなさい。俺がファイナルカット分からへんからね。ファイナルカットとダヴィンチ似てるって言うんやけど、ファイナルカット自体をいらったことがないから、ちょっとわからないんだよな。さあ、明日は私は、神戸の方に行きます。禁断の神戸の地、行ってきます。今月2回行かなかんね、神戸に。明日はね、テープカットやんか。あとは、うちの税理士さんが神戸なのよ。だからその神戸の税理士さんのところに行かなダメなんですよ。今やってる。あちこちいじっくり倒して、ファイナルカットは。でも大体一緒やけどね、ファイナルカットもプレミアも。平田美希、やっとセミが鳴き始めました。今年は遅い、東京の方。まあ、今、テレビで見てるだけやけど、なんかすごいことになってる、新潟の方とか。氾濫して、救助要請が追いつかへんって言ってるし、今、もう大変だわ。もう家におろ。家の中でもうぼーっとしてよ。もうそれしかないぜ。ね。今、ツイッター流したからどんどん来てくれるかな。はい。大丈夫でしょうかね。どんどん。お昼は、約30分間、やりたいと思います。よろしく、お願いします。だってさ、セミが、泣き始めましたって。もうこっちセミ泣き終わるよ。関西は。だって、うちの家の近所のセミもう泣いてないもん。だいぶ泣き終わってるよ。やばいぜ。もう、どうするべ。日本が関西と関東で分断されてるみたいになってるよ。はあ、でもそれだけでもちゃんと生きていかなあかんしな。ルリコ、新之助座長は10日までお休みですもんね。何日まで休み？何日まで休みだ？何日まで休みだ？休みなのだって。あ、アキン、こんばんは。あ、こんばんはじゃない、こんにちは。ひろこもこんにちは。こんにちは。どんどん入ってきてくれてるね。もう俺ずっと言ってるけど、iPad が全然電源入れへんから、ずっとムカついてる。で、大明神から iPad 借りてんねんけど、入力方法が違うから、もっとイライラしてる。
ようここんにちは。もうそれでもっともっとイライラしてる。何ローマ字配列じゃないのよ。だから余計イライラしてる。このひらがな打ちやから、このあいうえを書きくけこ。タムリン相当カンカン出るやろ。俺もさっき事務所から帰ってきたばっかりやもん。もう事務所からここ帰ってくるまでほんの2、30メーターしかないやけど、まあ暑い暑い。びっくりするぐらい暑かったもん。もうちょっと明るくしようか。あ、そうか、部屋の電気つけてないから。なんか暗いな思って、あ、これでいいわさ。検査して全員陰性であれば11日から再開、どうするのか連絡があります。まあ、大変やもんな。それももう今もそのなんつんだ、保健所もどうのこうのって言ってるやんか。そのあれもや、山梨は朝から雨が降りました。今は涼しいです。でもその関東甲信越方面っていうのは大変やんか。もうその天気がさ大変やん。よいしょっと、ごめん、吹いた。平手引き、今入力方法を変えた、急いで変えた。やってるうちに変わった、勝手に。いきなりこんにちは。全員めちゃめちゃ元気なんやけどね、とりあえず俺はかかってない。俺まだ一回もかかってない。それかかって自慢するものでもないけど、かからない。だってここから出えへんもん。ほぼここで生活してるからほぼ出ないもん。さあ今日お昼ご飯何食べようかなと思って、あのさ、実はさ、森口の公演が終わってまだ4日目なんやけど、ちょっと食いすぎてんだわ。3日間やりわーってやって、よっしゃーと思って終わったーと思って栄養補給しようと思ってうわーって食ったら一気に肉がボンってついた。これシュッてしてたけどボンってなって、ちょっとダメだわこれ、元に戻さないよって、こう激しすぎる、どうしようかと思ってるわ今っていう感じだわ。ちょっと減らそう。今日お昼豆腐麺こうか。豆腐麺。ほんまやったら今日、あの大名人がいないの今日まだ。お昼は冷やし中華始めます。冷やし中華始めました。今ニラと豚肉炒め、ニラと豚肉炒めました。今日お昼何しよう。ほんまに大名人がおらへんから、今長男と二人なのよ今日。だからお昼はカップラーメンかな。うん、まあなんかこの年になってさ、あの長男と二人で外にご飯食べに行くっていうのもちょっと照れくさいとこもあるし、うん、どうしようかなって今思ってるところ。これが終わってからどうしようかなと思ってるところです。やっぱりそうなるでしょ。だからどうしよっかなと思って。さあそろそろ12時半やから、12時半で仕事が終わったメンバーが入ってくるね。でもワンセブンじゃないからちょっと遅めにやね。あ、やってたのぐらいの勢いで入ってくるやね、そろそろ。明日は仕事で行けません。いや、いいよいいよ。いいよいいよってそう言うたらあかんけど、俺ほんまにカットしてすぐ大阪に帰ってこなあかんねん。俺無理やりその明日はあのスケジュールを入れてるから、もう神戸でテープカットしてスッて俺大阪に帰らなあかんねん。お昼の3時には大阪で仕事があるんやわ。だからでもどうにかしてできたらあの出席してほしいなって言うから、じゃ あ, あのほんまにテープカットだけやったら行くって言って、テープカットしてからそのまま大阪に逆戻りやんな俺。だからこう
1曲だけでも踊れればなと思ったんやけど、ちょっと時間上無理なところがあって、本当にごめんなさいごめん、急に耳の中かいなって、暑いだから食事の支度大変。俺大体こう見えて器用なんやけど、唯一できるのが料理。他のこと大概できるんやけど、唯一できへん、料理だけが。あのできないことはないけど、 iPad とか料理本を 見ながらじゃないと絶対できない、絶対にできない、これだけは言える。今後劇団で乗ることがあるのかな。まあ12月は、朝日劇場も決まっちゃって、朝日劇場12月決まりました。はい、もう決まりました。12月は、あ、やすよこんにちは、うん、お昼は YouTube チェックしといてね。お昼は YouTube 今の時間にやる時がたまにあるから、あのワンセブンは1回だけ抜けるから、お昼の慌ただしい時にあの慌ただしいコメントは疲れるやろ。だからお昼はまったりします。新しい劇場は、あ、神戸の新しい劇場は、実は僕らとちょっと派閥が違うんですよ。派閥が違うんで、まあ一応いろんなつながりで、なんていうんですかね、お知り合いのお知り合いみたいな感じで、じゃあ出てくださいみたいな感じで、そこの垣根を越えて行ってしまうんで、僕はね、行けるまだ立場なんで。でもそこで、あの、お舞台までは賑やかせないかなっていう、山根演芸者直轄の、まあそういうところもあって、まあ、山根さんはええよって多分言うんやろうと思うけど、僕はそこちょっとギリがたいんで、そこを裏切れないんで、そこで、もう山根さんがあんたから行きなさいって言ったら OK って言うけど、今回は僕はちょっと逆にお付き合いがあるんで、ちょっとだけテープカット、全部言うんよ。テープカット行ってきていいですかって言って、いいよっていう感じで17かと思って探したわ。お昼はこっちにおると思っといて、お昼は YouTube におると思っといて、ユミコ大分に来てほしいです。早めに大分な。大分ね、ほんまに、ね、時間ずれとったら、この間カルちゃんの時に行けとって、大分行きたかったもんね。ね、ゲームさんのところのカルちゃん行ってたから、行きたかったのよ。ちょっといろんなことがあって行けなかったの、その時に。コロッケ見たか、あ、そっちのコロッケか。俺食べる方の、俺コロッケがなんか今日お昼ご飯食べる約束したかなと思って。タレントのコロッケさんな。そうやねん。俺撮ってくるから一緒に写真明日。ルリコ、ハードスケジュールです。はい。8月忙しいです。はい。あ、久々さん、こんにちは。ゆきなつこもこんにちは。休憩時間お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。ちょっと待ってね。浅い、うおさお。意味、朝右、夕方左。耳かゆいところを知らせ、いいお知らせ、そうなんや。ひさちゃん、ひさちゃんのとこ大丈夫、そうやすや。北陸方面も相当やばいらしいやんか。ゆきえ、こんにちは。警報、雷もすごい。鳴りっぱなし、マジか。全然、こっちいい天気やで。今、ごめん、ちょっと。見したのか、こっちの天気。ほら、もう雲が出て、ほい。競技グザです。はい。競技グザです。
避難のため帰る人いっぱいいます。そんなにまあテレビで見てても分かるけど、そんなに夏空ですよ。こっちはなんか夏空っていう歌あったよね。なんか夏空っていう歌あったよね。あ、ユッキーか。オッケー、わかった。ユッキーな。オッケー。平手みき、こっちは曇りです。東京の方面ね。いや、ほんまにだから関西と関東って全然違うねんって。あれが。あ、そうそう。俺ここで、ひろこ、家の方もエリアメールが来て、配信途切れます。あら大丈夫かい。本当にその雨が降ってる方の方、雨が降ってる方の方っておかしいけどごめん、本当に何かあったらすぐ避難してくださいね。こんなもん見てる場合じゃないですよね。11月に久留米の楽勝演劇伝に、すごい名前やな、楽勝演劇伝。神戸、衝撃座は、そう、千代丸さんとこです。うん。菊次郎さんとこです。もう菊次郎さんとも長いのよ、俺。もうなんだかんだ言って、同じ40年ぐらいの付き合いあるから。うん。この間もなんか電話で喋ってたんやけど、そういや、長いな、つって。途中ガンと開いたけど、うん、あ、モンドこんにちは。俺この YouTube の枠で初めて言うんやけど、今月もう一個ゲスト決まっちゃったのよ。飛龍静こんにちは。15日ゲストやんか。もう一個ゲスト決まっちゃったのよ。うん、15日は大阪の梅田の呉服座がゲストなんですよね。ねえ、もう一個決まっちゃいました。あ、ちょっと待って、仕事の電話なんやけど、後でかけ直します。ごめんなさい。大井大輔さんからやった。大見大輔ちゃうで。大井大輔さんね。うん。大見大輔じゃなし、大井大輔さんの方ね。天童よしみさんのお弟子さんの方。電話があって。多分これは10月のことじゃなしに11月のことです、これは。のイベントのことでございますね。はい。ああ、お腹減ってきた。お腹減ってきた。日にち言わせた。20日。土曜日、20日の土曜日、場所はどこでしょう。シンキングタイムスタート。ひげ剃ってない今日。ティン。はい、思ってるとこに来てください。よろしく。あ、ここやと思ってるとこに集合。これちょっと昨日急になんですわ、夜中に。ここや思ってるとこに集合してください。バキバキやって。やっぱりゲスト出演は週末ですよね。15日もあんねん。15日は梅田呉服座で、20日が週末。うん。また覚えておいてください。よろしくお願いします。はい。あとで SNS 流します。よろしくお願いします。後で SNS 流します。20日どこ？みんな知りたいわな。みんな知りたいわな。
で、SNS で知るよりも、ここで生配信で知りたいわな。そうなるよな。特別感がないもんな、今見てる、この意味がね。うん。ヒント。御堂筋線沿いです。仕事の関係で木曜日にお願いします。江坂。大和君から電話かかってきて、来てください、言うて。大阪わからない。来てくださいって。行けるやったら、箕面も行きたいねんけど、その箕面、俺、箕面から嫌われてるからね。見せられへんねんけど、8月のスケジュール、こんなんやねん。一瞬やで。俺、8月のスケジュール、こんなんやねん。もう、ギリギリ、もう、全部埋まってんねん。こんなんやねん、8月。だから、20日、うん、江坂。もしかしたら、ゆっくりするかもしれんね。案外、詰まってきてるんよ、スケジュールが。江坂行きます。で、言ってたけど、その、箕面が再開したら行きたいの。もう20日はね、昨日の夜中に決定しました。うん。でも、今日、大和君が言うって言うから、僕がさっき言うとかなと思って、今言いました。お昼、いや、もう夜までおろうかな思ってる。飲みたいし。そこか。うん。ちょっと待って、こっち仕事のごめん。ごめん。仕事をやりながらまだ配信してるからね。どんどん来てるから。あとで絶対大輔さん に電話するのを忘れない。忘れない。絶対忘れない。たまにお昼の一曲復活しとこうか。もうそろそろみんな忘れとるもんな。お昼の一曲の時間を忘れとるな。もうお昼やってないから。見え。もう今まで弾いてた依存の曲を行こう。あ、弦がちょっとおかし伸びてるわ。張り直そう。あれ？めっちゃ、おい、ちょっとまた疲れとるな。全然こっちで弾きながらこっちで全然違うとこいじってた今。そんなことあんねんな。あれ、なんでこうくるくる回せたも音変われへんねんのと思ったら、全然違うとこ、ここくる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 、なんで音変わらへんのやろ、くる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 ずっとやってて、うん、今までで今日はもう弾いたことがある曲でいこう。今日は iPad がミニやから見にくい、うん、これイントロだけで分かったらすごいよ。多分みんな分かるじゃないかな。
ありがとうございました。本日も、最後までお付き合いしていただきまして、誠にありがとうございました。また次の配信でお会いしたいと思います。ありがとうございます。あれ行こうか、もう上映行くか、すだちうどんとお昼ご飯、あ、うどん食いてえな、うどん屋さん行こうかな。うどん屋さん行くか。あれ歌おう、あれで、ちょっと待って、よいしょ、あ、お腹グーグー言い出したぞ俺、やば、よいしょ、うん、カポニ、よいしょ、生協のすだちうどん、生協うまいもんだって、どうせあんたはよその人、窓を叩いて風が言う、いや一行飛ばしたな、一行飛ばしたな、どうせあんたはよその人、窓を叩いて風が言う、急に飛んだな、もう一回行こうか、どうせあんたはよその人、夜更け来る前帰る人、窓を叩いて風が言う、そんなやつとは別れなと、赤久しぶりにやった、歌われへんわ、ちょっと待って、手前に持ってこさして、手前に持ってこさせて、見えない、お待たせしました、お待たせしました、晴れたはずでも涙出て、月数えて振り返る、世間どこでもある、うんこしてる、マジか、どっちや、春吉やな、あるよな、こんな恋でも、あたしには夢なら、このままで、花なら枯れないで、このまま帰らずに、このままそばにいて、多分春吉やと思う、多分春吉、多分春吉の匂いがするもん、きっとあんたの心には住んでないのね、私など別れ言葉は持ってても、会えば消えますね、あんたポロリ
ぽろりと冬の宿、残る足跡冬キツネ日、窓に映した明日見て、いつも思うの今日限り、夢ならこの続き、雪なら溶けないで、このまま帰らずに、このままそばにいて、女の情けとは死ぬまで燃えること、このまま嘘ついて死ぬまで嘘ついて、キツネビ歌えたっけ、あるかな、キツネビのコード。ありがとうございました。キツネビコード、ちょっと待って、あ、また戻った、もうまた、あ、ひらがな順に戻った、打てない、打てない打てないな、もう OK。 やすよ、仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。キツネビ歌えるかな、これ。ちょっと待ってな、ある、あ、キツネビのコードないわ、ちょっと探しとく、コード。ごめんなさい、コード譜がないわ。うん、恋する女は綺麗さ、決してお世辞じゃないぜ。ため息混じりの方に、ついこの手伸ばしたくなる。この街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 くくれて、あ、ゆいこんにちは、あの人この人あの人この人ウェンデベル、花の咲くのはこれからなのに、つぼみのままでいいわというの、ちょっとちょっと待ってよ、ちょっと慌てないで、お嫁さんば、女はいつもミステリー、行かないで、お嫁さんば、一人のものにならないで、ああああ、それが大事だよ、一二三ば、二二三ば、お嫁、お嫁、お嫁さんば。お疲れ様でした。ありがとう。ちょっとあわゆ危ないところがあったけど、途中。さあ、ありがとうございました。最後までお付き合い誠にありがとうございます。あかん、このコードは無理だっていうところが今あったんで、やめました。ゆり子、お疲れ様です。朝日劇場まで我慢です。生座長は。ああ、そうか。木曜日が全部ないのか。和代、こんにちは。もうに、あ、木曜日が先全部ないのか、来てくれたからね、もう曲でワンコーラスだけね、ワンコーラスね、ワンコーラスだけね。街は今かりば、胸躍る夜は
終わりなき夏の夢を見る。壊れた指輪も小さな思い出、人恋しさに泣き濡れる。バスを待つ旅の霧雨の愚か、最果ての空に誰がいる。ちょっと待ってめくるから。海鳴り聞こえるホテルの小部屋で、人恋しさに抱かれたい。コルゴバドの大好きな曲ありがとうございます。よかったです。 YouTube 少しずつ、ですが質問してもいいですよ。全然大丈夫ですよ。質問してください。コルゴバドの丘に立ち、茜色の空模様、都会じゃ見れない真っ白の日をあなたにあげたい。人はどうしてどうしてあってもなく、過去への扉を叩いて生きるの。人はこうしてこうして追いすがる。風立つ真冬の蜃気楼。行ってらっしゃい。あかんな、長いこと弾いてなかったら。でも指が覚えてるから大丈夫だ。冬までには治るかなるやろ。で、今日今年のあれやけど今年の正月に夏までって言ってた三振弾けるんだけどギター弾けないんだ。ギター弾けるようになる。俺今年に入ってからでギター始めた。今年の2月か3月ぐらいにギターを始めたのよ。1日1曲って言って何かをやろうって言ったら、で知らんうちになんだかんだ言ってたら、どうにか、こうにか弾けるまでになったんやけど。呉服さん、OK です。よろしくお願いしておきます。20日の日もよろしくお願いしますね。15日も20日もよろしくお願いします。秋、こんにちは。書いてるだけでは外す、はい、送信してしまった。全然大丈夫です。全然大丈夫ですよ。気にしないで、気にしないで。全然気にしないで。なんて。どうにかなるよ。ギターってほんまに、一個覚えたら何でも弾けんねんぜ。だって俺こんなもの弾かれへんかったけど、弾かれるようになったもん、弾かれるようになったもん。3ヶ月練習すればどうにかなるわ3ヶ月練習すればどうにかなる。カリフォルニア、ホテルカリフォルニアね。あそこだけやっとこか、あそこだけやっとこか。Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a キーが合えへんかったわ。
さあ行こう。ちょっか飯お腹減ってん俺。ご飯食べるわ。なんて勝手な配信や。まあここがそういう配信やけど。ではそろそろお昼ご飯のお時間でございます。ありがとうございました。最後までありがとうございます。バニラと抹茶何でしたっけ。何でしょうか。感謝バニラ。バニラです。これサムネにしとこ、サムネイルこれにしとこ。はい、サムネイルこれです。はい。ありがとうございました。ご飯をか食べる前に先に、大輔さんに電話をします。口に出して言わんかったら近頃忘れるねん。ゲストあるからやる気出てきました。よかった。暑いの我慢して待ってます。じゃあ、今日も最後までありがとうございました。じゃあ、また次やりましょう。ではでは、マイク消します。